肉と一体化している。スタンドだと。どんどん俺の指を食っている。取りあえずあの野郎と戦う前にこのスタンドを取らなくては。最悪指を詰めなきゃならん羽目になるぞ。逃れたつもりか。まあだが教えといてやる。耳くそをストローで少々吸い取ってよく聞きな。俺のスタンドイエローテンパランスに弱点はない。お前は逃れたのではない。俺が追わなくてもいいだけなのさ。このビジグザグ。 少々やけどするが焼き殺すか。これは全体に飛び散りやがった。熱するのはまずい。なんてこった。 邪魔するぞ。大山、変なところから乗ってくるね。気にしねえでくれ。おい坊や、そのアイスキャンドゥにちょっと触らせてくれ。ちょっとあんた、子供のものを何すんのさ。あんたの子か。違うわよ。なら黙って景色でも見てな。すまねえが、下についたら新しいの買ってやるからな。熱してダメなら。 やろう。針のように尖ってますます食い込みやがった。ちょいとあんた、火も氷も無駄なんだよ。だから私は言ったろ、弱点はないってさ。このビチグソが。 野郎、すでにこのケーブルカーに飛び移っていたのか。危ない、引っ張るな。手を離せ。とどめ刺しに来たぜ。ジョータロー先輩。早い。しかし弱点はねえと言っとるだろうが、 人の話聞いてんのか。このタゴサクが俺のスタンドは言うなればパワーを吸い取る鎧、攻撃する防御壁。てめえのスピードがいくら速かろうが、パワーがいくら強かろうが、イエローテンパランスの前には無駄だ。俺を倒すことはできねえし、その右手は切断するしか逃れる方法はない。 Do you understand? てめえにもはや何一つ術はない。離れることなどできん。消化されるまでな。食ってやる。やれやれだ。こいつはマジに弱点のねえやつだ。全く最強かもしれん。恐ろしいやつだ。だがな、空城か。いや、ジョースター家には伝統的な戦いの発想法があってな。一つだけ 残された戦法があったぜ。何？それは。逃げる。なんだ？食われてる最中だぞ、このタコ。俺のスタンドに捕まって離れることはできんというのに逃げるだと？逃げると言っても水の中だぞ。 息が。